M26 マスは M16、M4 系列の小銃やカービンに装着することを前提に開発されたアンダーバレルショットガンである。ピカティニーレールによる拡張性を有しており、ピストルグリップとストックを装着することで単独での使用が可能な設計になっている。設計は C モア社、製造はベルツコーポレーション社が担当している。m マスを装着した M4 を構えるアメリカ陸軍の兵士 M26 マスの元々の名称はライトウェイトショットガンシステムというもので特殊部隊向けに開発が行われていた装備であり殺傷を目的とした弾だけではなくドア破壊用の特殊なスラッグ弾や催涙弾、ゴム弾といった七姿勢兵器も使用できるため様々な任務で使用することができる M26 マスと同じ設計思想で 1980年代にナイツアーマメント社がレミントン M870 から開発したマスターキーというアンダーバレルショットガンがあるが M26 マスはボックスマガジンを採用したことなどによりマスターキーよりも優れた性能を持っているピン一本で本体から分離することが可能で M4 カービンタイプの伸縮式ストックとピストルグリップを取り付けることで M203 グレネードランチャー同様に単体で使用できるようになっている。作動方法はショットガン伝統のポンプアクション式ではなく左右組み替え可能なチャージングハンドルを折りたたむことで閉鎖させるボルトアクション式を採用している。重口先端に取り付けられたマズルガードはドア破壊の際に上前に重口を押し付けた状態で発砲した時に発射ガスを逃がしながら 対象との距離を保つことで重心を保護する役割がある。また、マズルガードは伸縮が可能になっており、使わない時には右回りにひねって、ロックを解除してから収納することで全体の短縮化が可能である。アメリカ陸軍は M26 マスを3万5000セット調達することを計画している。ありがとうございます。